おはようございます。高橋とです。今日は石川オープン1回戦の様子をお届けしたいと思います。対戦相手はですね、川野海選手。僕の1個下で元近畿大学体育会テニス部に所属していて、ダブルスでは、日本チャンピオン、今は理工で選手として活動している、プレイヤーです。でですね、川野選手、左肘でテクニックが上手でですね、ここ石川県出身なので、この会場もホームコートということで、すごいやりやすいとは思うんですけど、まあ、そんな川野くんにですね、全力で向かっていきたいと思います。川野くんはですね、僕大学王座決定試合、まあ、団体戦の4年生の最後の試合ですね、フルセットで負けてるので、今回こそ勝ちたいと思います。まあね、もう今日37度、8度それぐらいまであって、かなり暑いんですけど、まあ、熱中症にならないようにしっかり水分補給して全力で戦っていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。行ってきます。はい、それとね、もう一つ、この動画を見ているほとんどの方がチャンネル登録してません。このあなた、今すぐチャンネル登録お願いします。いや、本当にチャンネル登録してもらえるとモチベーションになって動画作る元気になるんで、皆さんどうかよろしくお願いします。
はい、応援ありがとうございました。スコアは 6-3-7-5 で、勝つことができました。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。結構もう周りからも厳しいねって、初戦からタフなドローだねって言われてたんですけど、そういう状況でもしっかり勝ち切れたのは自分の中で成長を感じました。いやー嬉しい。明日明後日雨で試合がなくなってしまうかもしれないんですけど、しっかり準備してまた勝てるようにします。最後まで応援ありがとうございました。絶対にチャンネル登録してください。本当に応援よろしくお願いします。もっと勝てるように頑張ります。じゃあまた会いましょう。さよなら。